B3 に今、イグニス寄っているので中に入っていきますが、リパブロこの位置からブルドックで頭を抜いていきました。早めのインセンディアリー、うん、これで設置できません。そうですね、時間稼ぎ前ですね、この辺り。おっ、ただ飛んだワープです。いやでもこれ B 中いるんですよね。おいちゃんが待ち構えています。ようこそ。無理に勝負はしません。うん、本当にこの辺りも的確ですよね。味方の寄りを待って 100%。 あ、さらにフッカー裏取ってる。うまいですね。アフターショック、無理はしない動き。うん、うまいですね、ネオキング。パーフェクト、パーフェクトブラックバードイングリス、うん、どっちにも行かせず設置もさせない、一番理想的なまま。今回はもう3個目、待ち構えるラグ。ラグはまあ少しでもリスクあったらいかないよって感じですよね。スモーカー解けるまでは絶対にいかない。これスモーク開けました。でここからゆっくり攻め始めて、まあここまで時間を使ってるんだったらほぼほぼ A バサミで間違いないとは思うんですけど、ゆっくり攻めていきます。問題はオービタルストライクが設置の直後に来ること。入りました、中に入れました。あと3回ネオキング、ここで倒されます。オービタルストライクは撃ちません。お、なんとか設置しましたね。いや、ここで撃ちましたね。どこに撃ちますか。シャワーですか。サイト側。あ、サイトの中ですね。ただランプ2で固めているので、ここはフラッシュとともにポポガチ置いたん。フラッシュが、そして最後はリパブロ、完璧な取り返し。ブラックバードイグニスが4本目獲得、被害1人だけ。オービタルストライクをどこに打つかな。 A 表をクリアリングできたのは大きいですね。完全に B 寄ってます。ラグとしては普段やってない、まとまってガッツリ攻める動きしたかったんですけど。さあ来ましたよ、ラグは突入できるか。中には入れました。フラックスもワンキルからスタート。ここまで設置までできました。あとはエルボーをどう抑えるか。エルボーの攻防です。かなりまとまってますよ、エルボーも。動くと見せてやる。さあ1キル取るものを1キル取り返されて、そしてドローを回していくポポガチ。3対3の人数状況、時間はありません。まだ少しあるか。あまりクリアできなかったかな。ゆっくり入ってきます。リパブロエルボーから、そして降りてきたところをポポガチは合わせて、最後はシンキュラリティのエフェクトでフィニッシュ。そうですね、うん、いやラグはちょっとラグらしくない。まあこれが新しいラグなのかと言われればそうなのかもしれませんが、ここは一思考官。いや、よく一人持ってきましたね。ただスモークキャラがいなくなりました。そしてポエムもここは浴場を取りに行きま す、ね、これはおっしゃる通りスモークがいなくなった。コントローラーがいないのでラグはもう攻める、うん、いやちょっとパーツが足りなくなりましたね。あ、フラッシュ、あとはジェットのクラウドバーストでしかありえません。中に入っていきます。そこを抜いていくロング側、ロング2、そしてあとは挟み込むだけ。ブラックバードイグニスの地中にあります。少しずれました、うん、そこに当てれば映るだろう。さあ一方開始。いやー、2人しかいないのでお互いの人がバレると思う。うん、倒せないかもしれない。友達がキルを取って、さあラストはフラックスのみ、ね、キープですね。設置位置も中なのでキードローです。うん、これはでかいですね。あ、そしてまたスローで同じですね、シャワー浴場ですね、取りに行きますけど、まあ、毎回ここ、スモークをイグニスが使っているので、はい、時間稼ぎができてますね。例えばあそこに相場入れたらダメですかね。うん、相場入れるのはありだと思いますよ。相場を1本あの離婚の中に打つだけで、早めにクリアリングは確かにできます。ローリングサンダー、これは浴場にショートからの侵入、空海通る。さあここはラグゲーミングが支配をしていきます。いいタイミングで入りました。リパブロをワンキル取って3対4の人数状況、設置はさせました。うん、ここまではもう先ほどと全く同じ、はい、
もう配置は決めてますね。リコンボルトが入っています。アフターショックを入れながら少し時間を稼いだラグゲーミング、まあ、問題はあここはマッシュ裏をケアしました。フォールトラインは保持している。遅めのフォールトラインリバブロ。まだこれリコンボルトが飛んで、あ違う、インセンディアリー飛んでくるんじゃないかな。ここを抜けたらでかい。ただ浴場にもいる。抜いた。ワンオン。ハーフまで行ってるが最後は通る。お見事。最後はブリムストーン通しの試合でした。今イグニス使うかっていうのは、うん、大事な場面で使えたら非常に強いですから。スティンビーコンのおかげで勝ったと言いますからね。そうですね。おおローリングサンダー。さあこれ は, これはいやよく逃げ切った。ネオキングだけ当たってますね。そしてワイヤーに引っかかった瞬間オイタンのキル、テンプルが引っかかりました。そしてほうインセンディアリーでポポ勝ち落ちました。うん、かなり緩急のある攻めが通ってますね。そしてまた同じようにラグはそうですね、オビタルストライクが上がってるのでエルボーに打ってくる可能性はまたありますね。先ほどと同じ展開であれば。ただ解除中のオービタルストライクのことも考えると早めにブラックバードイグニスは奥深くまで入らなければいけません。サイト内にオービタルストライク、そしてフラッシュを構えている窓側、そしてロングに引いていきました。ここではトールがオービタルストライク、ああ来ました。スティンビーコン、そんなに叫ぶか。スティンビーコンからのオービタルストライク、これは解除できません。オービタルストライク、いやでも終わった瞬間解除まで行く。人数状況逆転、スティムビーコンは負けの一手だった。いやスティムビーコンでそんなに叫ぶ実況あるか。ブラックバードイグニスがロングを守ってるのは全部抑えたので、よけた。おイパブロ合わせてキルです。フラッシュ読みはできてたんですけどね、うん、でもフラッシュとその飛び出す速度が速い、そして最速で受けないように、うん、こう飛び出してましたからね。いやーまたこれで1人削られてしまってのスタートになってしまうというのはラグとしては非常に苦しいですよね。 あとはカメラもないですからね。ここまで入ったんですけどリパブロ、うん、本当にポエムリパブロ硬いですね。今のはそうですね、この2人のコンビがもうブラックバードイグニスの主軸になっています。そうですね、主軸でもあり新メンバーに対すを支えるお兄さんでもあり、すごいところ初めて見ましたね、このスモーク すごいところ行きましたね。ポポ勝ちのファーストキル、うわー2人抑えた、2人目。そしてリコンボルで見えている、抜きましたよ今、抜きましたね。逆に抜かれてますよ。まあ抜かれますよね。んでもこう2人削って1人瀕死じゃないですか。あもう十分な守りですよ。あとはドローもありますし、やること仕事量は果たしたのですが、まだ仕事タスクは終わっていません。何でもできる。これラグおっと、このままセットができないぞ。2人目うまい、これならワンチャンス。3人目よし、でかい。バイクを設置、4人目はどうだ。いやこれもう状況逆転しましたね。マッシュがひっくり返しました。いや4人目はやれない。うんこれでイブン。まだフラッシュと合わせます。もう1個あるかな。いる位置は分かりました。解除ホールトラインで返します。ただ解除は解除することはできません。おハーフまでは持ってったけど囲めてますね。最後はホールです。痛くなってる印象です。ロングから当たりました。ポポ勝ちが落ちます、うん、これチャンスですね。さあこれでラグゲーミングが中の方に入って設置までは少し遅れています。ただ早めのローリングサンダー。人数状況はラグゲーミング4人、しかし3-3まで持っていった。いや裏取りのテンプル、しかしテンプル回っていた。最後の残り1名ワンオンツーです。ネオキング痛い、あいまい。これはショックボルトでやりマッシュ方としても結果的にこのポジションを取れておくということが大きいです。まあジェットのねホームポジションみたいなもんですからね。ここはさあここでセット完了。ファーストキルは通る。そしてオイタも返しています。1-1交換、フラッシュを返していきます、うん、素晴らしいですね。強引に取り返していきましたね。ネオキング一発、マッシュのジャンプ右クリック、ポエムを右クリック返している。さあここはクラシックの、うん、そしてゴーストの勝負。ショックボルトも飛んでくる。ポエムがうまい。そして最後もポエム、
6抑え切った。失礼しました、9対4です。起点回しかしもう A から B に寄っている。あとはスピード勝負。ラグゲーミングも追いつけるか。イグニスはもうすでに中に入っています。うん、さあラグ入っていく。素晴らしい設置中に入りました。陣形が整えられない。ここはブラックバードイグニス2オン2。ゆるいち分かっています。手前に来た1人目。時間がありません、うん、少しでも削りたいラグゲーミングです。武器がここでジャッジです。ジャッジになったと。ファーストラウンドで武器が違うような形になりましたね、うん、同じような戦術を取っていきます。あ、もう決めている動きですね。ここら辺は本当にブラックバードイグニスの大きな姿勢だが、浴場を取り返しに行った瞬間フラックスも裏取り。いや、うまい。フラックスうまく止めた。ここでフラックスが自分のなんだろうな、立ち回りを信じる動きをしてきましたね。ただこのポジションにネオキングがいるのが分かっています。2対4の人数状況。うまい。フラッシュは避けれません。いやジャッジではどうしようもない。距離を取られたら終わりです。フラックス4キル目。いやフラックスはですね、1個今リコンボルト A に打ちましたけれども、すぐにバレて今もう B が寄られてますね。ほらフラッシュを食らっている。空海食らってる。やはりネオキングが先頭でいきます。いやただフラックスの構えは、フラックス止めた。これで A 展開かな。ワープしますね。そうですね、B ロング攻めの本当にメリットはこういうところですね。ポエムはローリングサンダーが上がっています。ただ設置してからポエムが配置するのは難しい。ローリングサンダーを打てるタイミングは限られます、うん、ポエムは武器が弱いので。セブンからそうですね、まあ、武器的には厳しいというのがあったでしょう。この距離ではバンダルの距離なかなか下がるしかありません。ですね、索敵する。索敵会場はなっていません。これはフェイク、うん、リパブロ続ける。マッシュも抑えた。よしいいぞ。さあもう一回ハーフまでいった。よーフラックス、カバーにフラックス。フラックスの調子がかなり上がってきてますね。よくなってきましたね。飛び出し、うせな。かなり落ち着きでいった。おーそんな高さからすごい変わった位置から打ってましたね。今上飛んでましたよ。黄色くて何も見えませんでした今。本当ですよね。あれなんかカメラのあれが刺さりましたかね。うん、多分刺したのかな。関係なく勝負したって感じじゃないですかね。とんでもないプレーが出ましたかね今。さあそしてフラックスの独自のタイミング。ただ勢いがあるブラックバードイグニスはとにかく前に出る。トールもこれで位置バレてしまったのが痛いですね。3人エルボー。もう武器は関係ない、人数で押していく。いやいい動きですねここ。手前にいる。人数をかけて最後はポポ勝ち。人としては嬉しい攻めになる、なりそうですね。そうですね、守れると迎え撃てる形は作れてると思います。ファーストキルはマッシュ。ローリングサンダーを打っていったブラックバードイグニス、1人かけた状況。これ味方に当たってない。オービタルストライクもこれは避けながらの守り。これあと30秒。今のローリングサンダー空海にだけ当たったかな。 A です。今度は A。 ただどうでしょうかね。問題はテンプル。そうですね、テンプルが唯一手前で抑えられるポジションにはいるので。さあこれ右クリックアウト。ただオービタルストライク。いややられても気合いだ。気合いの設置。の設置、うん、トールインセンディアリーやるの強いですね。最後の残り1名。おお刺さった。ボルトラストワンバイフリー。おお抜きだけで持ってかれましたね。ラグも最後は甘えずショックボルト、そして抜きで倒しました。先ほどからそのマッシュ選手素直に入りました。うん、ネオキング勝った。あ、変わらない。やはりボルトラインをエルボーに。バイクを設置。バイク設置されてしまいましたが、一発当たりました。今二人に当たったかな。当たりましたかね。そしてフラックス、そこを刈り取るようにワンキル獲得。人数状況は4対4。アルティメットはニューラルセフトのみ。ブラックバードイグニス。
ネオキングクラッチプレーなるか。体力は5。1人目抜いた。2人目、ああ抜きましたよ今の。インディアリーの軌道で分かりましたね。一応バレルできてますね。ローリングサンダーはどこで打つか。ただこのスモークが最後になりそうです。ネオキング、ネオキング抑えた。このランプでワンキル取れました。そしてポポ勝ち、早めに相手の寄りを遅らせるようなハンターズフューリー、うん、ニューラルセフトを最後は合わせました。いやネオキングのポジションかなり面白いですけど、ランプからどうだ。1人見えない、うまい。2人目抜きますよ今の。いやしかも今ランプから来たのを対応して冷静に動いた。いやもう後がない。ああ4人目。